レアルソシエダデフトボールは、バスク州ギックスコア県産セバスティアンに、本拠地を置くスペインのサッカークラブ、プリメーラディビシオンに所属している、レアルソシエダードとも呼ばれる。チーム名を直訳すると、王室公認サッカークラブである。白地に、青の縦縞が入ったユニフォームを身につけ、愛称は、バスク語で、白、青を意味する、チュリウルディン。クラブ公式アンセムの曲名も同様。 レアルを意味するエレアラも愛称として使われる。レアル・ソシエダはスペインの中でも育成に定評があり、アントワール・グリーズマンやアシエル・イジャラメンディといった選手を輩出。スペインの有力紙、イクスパンションでは2012年から2015年までに、いった育成部門の利益が計算され、1位のサウサンプトン FC に続いて3位にランクインした。1900年代初頭。 イギリスから帰国した学生や労働者によってサンセバスティアンにサッカーがもたらされた。1903年にはサンセバスティアンレクレーションクラブが作られ、1905年には当時におけるスペイン最高峰の大会であったコパデルレイに初参加。同年5月、レクレーションクラブからサッカー部門がサンセバスティアンフィットボールクラブとして独立した。1909年には コパデルレイへの出場を申請し、登録認可の問題から、スペイン5名のクルブシクリスタデサンセバスティアンとして参加して、決勝でクルブエスパニオールでマドリードを3の1で下して優勝した。1909年9月7日には、ソシエダデフトボールが創立された。1910年、スペインの各クラブは2つのカップ戦のどちらかで戦っており、ソシエダデフトボールは、 バスコニアでサンセバスティアンとしてコパユシエフに出場した。同年にはサンセバスティアンを夏の首都として使用していたアルフォンソ13世によってレアルの称号が授与されレアルソシエダでフットボールという名称に変更された。1928年にはリーガエスパニョーラが創設され発足メンバー10クラブに選ばれると得点王のパコビエンソバスを擁したクラブは4位に 食い込んだスペイン第二共和制の到来により、1931年にはドノスティアクルブデフトボールに名称が変更されたが、1939年のスペイン内戦終結後にレアルソシエダデフトボールに戻った。しばらくはプリメーラディビシオンとセグンダディビシオンを行ったり来たりし、1940年代には7度も降格と昇格を繰り返した。 1966から67シーズン終了後に昇格すると、それ以後はプリメーラディビシオンに定着した。アルベルト・オルマエチア監督は、クラブの下部組織で育った若手有望選手を巧みに登用し、1970年代後半から1980年代前半にかけてクラブの全盛期を築いた。 1979から80シーズンは32試合連続無敗のリーグ新記録を樹立して2位となり、失点率0.58を記録したルイス・アルコナーダが、クラブ史上初のサモラ賞受賞者となると、このシーズンから3シーズン連続で同賞を受賞。アルコナーダは、ファンから絶大な人気を得て、ノーパサーナダ、テネモスエーアーカンダという有名なチャントが歌われた。アルコナーダに加え、 ヘッスマリア・サトゥルス・テギ、アルベルト・ゴリス、ペリコ、アロンソ、ロベルト・ロペス・ファルテ、ヘッスマリア・サモラ、若手のホセ・マリバ・ケイロなど、数多くの地元出身選手が主力としてプレーした。1980から81シーズンには、レアル・マドリードと白熱した優勝争いを演じ、最終節のスポルティング基本戦ではサモラが、ロスタイムに得点して、劇的な優勝を決めた。 1981から82シーズンの優勝争いも緊迫した展開となったが、第33節に首位に立つと最終節でビルバオとのバスクダービーを制して2連覇を達成。1982年にはスーペルコパデースパーニャで優勝し、1982から83シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは最終的に優勝する。 ハンブルガーエース v に敗れたものの、準決勝進出を果たした。1985年には、ジョン・トシャック監督が就任し、1986から87、シーズンには2度目のコパデルレー優勝を果たした。1989年にアルコナーダ・ヤサモラが、現役引退すると、レアルの成功期は幕を閉じた。同じく、バスク地方のクラブであるアスレティックビルバオと共に、 バスク人のみでチームを構成していたが、1989年にリバプール FC からアイルランド出身のジョン・オールドリッチを獲得して、長年続けてきた哲学に別れを告げた。このアスレティック・ビルバオとの試合は、バスクダービー、ダービー・バスコ、デルビ・バスコと呼ばれ、相手チームのファンと肩を組んで応援するなど、有効的なダービーとして知られている。2002から03シーズンには、 セルビア代表のダルコ・コバチェビッチ、トルコ代表のニハト、カフベジ、ロシア代表のバレリー・カルピン、オランダ代表のサンデル・ベステルフェルトラタ国籍の選手を擁し、コザンのフランシスコ・デ・ペドロに、地元出身のシャビア・ロンソなども加わったチームは、プリメーラ・ディビシオンで2位に躍進した。2003年4月には、ホームのエスタデオ・アノエタでレアル・マドリードを破り、 リーグ戦に試合を残して首位に立っていたが、第37節でセルタで b ゴに敗れて、レアルマドリードに優勝をさらわれた。しかし、ホームでは無敗を誇り、71得点を挙げたチームは2位で、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。23得点のニハトと20得点のコバチェビッチは、得点ランキングで2位と4位につけた。2003から04シーズンの UEFA、 チャンピオンズリーグでは、グループリーグを突破するなどを検討を見せた。しかし、その後は降格圏付近を彷徨うシーズンが続き、2006から07シーズン終了後には1967年、以来40年ぶりの西軍ダディビシオン降格が決定した。ジョン・トシャック元監督の推薦で2007年7月に、クリス・コールマン監督を招聘したが、 中国系ファンドをバックに、イニャキ・バディオラ新会長が就任すると、大規模な補強を進めようとする、首脳陣に反対した、コールマン監督が辞任し、チームも終盤に昇格圏外の4位に落ちてプリメーラ、ディビシオン復帰はならなかった。2008年12月には、理事会の承認を受けられずに、バディオラ会長が辞任し、補金はペリバイ新会長に変わった。 三千万ユーロ以上あるとされた借金により厳しいクラブ運営を強いられ、2008年7月には地元裁判所に破産を申請して承認された。それに伴って多くの選手を放出したが、若手選手を中心としたチームで2009から10シーズンのセグンダリディビシオンを制覇し、4シーズンぶりにプリメーラディビシオンに復帰した。1913年に、 エスタディオでアトーチャが完成した。アスレティックビルバオとのバスクダービーが初開催試合となり、レアルのピチイチがスタジアム初の得点者となった。80年以上もアトーチャをホームスタジアムとして使用していたが、1993年以降は3万2千人収容のエスタディオアノエタをホームスタジアムとして使用している。アノエタはかつて UEFA エリートスタジアムに認定され、 UEFA チャンピオンズリーグ決勝を開催する資格を有していた。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。監督中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。